どうも、ゆっくり霊夢です。解説役のゆっくり魔理沙だぜ。日本の昔話って秘伝ばかりのイメージだけど、ほら、胸キュンなやつもあるでしょ。はよ出しなさい。それでは今回は恋愛気が饅頭のためにもニヤニヤ必死の胸キュンな昔話を紹介するぜ。まず最初に紹介するのは、雑炊バス、だぜ。恋愛系の昔話ではかなりの名作とも言える話だな。初っ端から胸キュンの予感。この話は有名な長野県松本市の上高地へ向かう道中の村が舞台だ。上高地って北アルプスの雄大な自然を求めた多くの観光客で賑わう場所だよね。そうなんだぜ。その豊かな自然を支えているのが梓川という川なんだが、この川はある男女の美しい物語を生み出すことになったんだ。昔、信濃の国の安住郡と千曲郡の境に、川を挟んだ二つの村があったぜ。だが、この南北に分かれた二つの村の人々は、間を流れる梓川の激流で橋が作れず、直接の交流がほとんどなかったんだ。ちなみに素材の関係で表現できていないが、実際はこんな谷底だから船も通せない。それなら上流から遠回りして会いに行けばいいんじゃないの？いや、この地域はとても過酷な環境である北アルプスに囲まれている。だから村を出て上流へ移動するにもかなりのリスクがあった。確かに現在での遭難のニュースって北アルプスが多数を占めてるもんね。南側の村人たちはどうにかして北側と交流を図りたかったが、いい案が思い浮かばなかったから諦めていたぜ。なんだか切ないね。うん？この女の子は何してるの？ああ、この少女は南側の村の節という娘だ。彼女は毎日、川岸へ行くのが日課だったんだが、あることが楽しみで仕方がなかった。何があるの？うむ、それは名も知らぬ、向こう岸の少年と川を挟んで会うことだ。大人たちは交流を諦めていたが、純粋な二人はいつも川を挟んで遊んでいたんだな。幼少時に近所の名前も知らないこと何気なく遊んでた人も多いと思うけど、そんな感覚かな。そうして二人はたまに会って遊んでいたりしたが、成長していくにつれ、なんだか恥ずかしくなったことで、その頻度は減っていったぜ。幼馴染あるある。そのまま疎遠になっちゃうの？普通ならそうなっていたと思うが、節は15歳になったある時、ふと少年のことを思い出したぜ。初恋の彼にもう一度だけ会いたい。そんな気持ちで彼女は川岸へまた足を運んだんだが。おお、向こうも来てるじゃん。そう、そこには成長したあの時の少年がいたぜ。もうここで逃したら、二度と会うことはできない。そこで節は思い切って叫んだ。私は南村の節、あなたの名前を教えて。まだ名前知らなかったのね。すると青年は聖明と名乗った。お互い意識しているのには間違いないが、川が邪魔になって触れ合うこともできない。そこで二人はここに橋を架けて、必ず夫婦になることを誓い合ったんだ。ぐへぇ？もっとそういうのくれや。顔きっしょ。でも話し合いもできないし、お互いにできることをする感じになるのかな。そして節はその日から、橋の建設費用のために泡の雑炊だけを食べてお金を貯め始めたぜ。すごいわね。それで聖明は何をしてるの？それが、彼はあの日旅に出たきり帰ってこなかった。は？やっぱ所詮はそんなもんよね。そんな節の姿を見た南村の大人たちは、叶うことはないであろう、その恋を気の毒狩り結婚を勧める者もいたが、それでも彼女は一生懸命働き、雑炊を食べ続けたんだ。本当に戻ってくるのかな？そうして、10年以上の時が経った。相変わらず節は雑炊を食べて貯蓄をしていたが聖明は現れなかった。10年以上雑炊飲みとか、やばすぎだろ。だがある日、節がいつものように川岸に足を運ぶと、なんとそこにいたのは、おお、ちゃんと戻ってきたのね。私は最初から信じていたよ。おい嘘つく。それで聖明は10年以上何をしていたの？ああ、実は節がお金を貯めている間、聖明は橋の建築技術を学びに村を出ていたんだぜ。激流に壊されない橋、そんなものがあるのかと彼は様々な橋を見て回っていたんだが、ある時、こんな橋に出会った。これだー。なんか不思議な形をしている橋ね。でもなぜこれが最適な形なの？霊夢、よく見てみろ。この橋には普通の橋にある何かがないぜ。あ、橋脚がない。うむ、その通り、橋が急流で壊されないようにするには、川に接している部分をなくせばいいんだ。だから橋脚がないこの形状が最適なのね。そうなんだぜ、周辺が渓谷かつ川が急流なあの村はこの橋がうってつけなわけだ。ちなみに羽橋と呼ばれるこの形状は、まず両端から羽木を重ねて、最後に板を敷くという建設方法を取るぜ。確かにこれなら工事中も川の流れに影響されないよ。つまり聖明はその羽橋の建築技術を学んで帰ってきたんだね。そうしてついに北村と南村を結ぶ羽橋の工事が始まることになった。
摂が増水でしのいで貯めていたお金を、建築費用に充てることになったが、二人の姿を見た双方の村人たちも橋の資金を出し合ったぜ。両方の村で協力し合ったんだね。そうして溶岩から橋は作られていき、ついに羽根橋は完成したんだ。ということはやっと一緒になれるのね。そうなんだぜ。二人とももう若くはなかったが、思い続けた相手とやっと結ばれたんだ。最強の純愛、初っ端から感動しちゃうよ。そうして、この橋は摂が増水を食べて建築費用を貯めたことから、増子橋と呼ばれるようになったぜ。この逸話を橋の名前にして、語り継いでいったのね。ちなみにこの話は平安時代の話なんだが、それ以降、増子橋は交通の要衝としてこの地の人々を支え続けた。そして江戸時代後期に、東海道中膝栗毛で有名な十返舎一九が、この話を自身の著作で取り上げたことで有名になったんだ。今は増水橋という名前がついてるんだね。増水橋はもう羽根橋ではないが、現在でも集落の人々の生活のためになくてはならない存在だ。私も何回か足を運んでいるが、エメラルドグリーンのあずさ川と相まってとても綺麗な風景なんだぜ。同じ場所に何度も行くとかまり先もいね。上高地に行く機会がある方はぜひ足を運んでほしいぜ。以上が、増水橋の解説だぜ。次に紹介するのは、白化杉姫、だぜ。まあ端的に言うと日本のシンデレラストーリーだな。日本の姫って悲劇のヒロインが多い気がするけど、今回は救われるのか。この話は大阪府寝屋川市に伝わる話だ。昔、河内の国に寝屋の長者と呼ばれる貴族が住んでいて、奥方と暮らしていたんだが、いつまで経っても子供が生まれなかった。昔の跡取り問題は重要だもんね。そこで夫婦は大和の国の長谷寺にお参りに行くことにした。この長谷寺は以前紹介したわらしべ長者の冒頭に登場したお寺だ。おお、主人公に謎アドバイスを残した、あの観音様のお寺ね。ということは今回も、そう、その晩、奥方の夢枕に観音様が立ってこう告げたんだ。お前は女子を授かるが、14になったら鉢をかぶせるように。出た、観音様の謎アドバイス。そして奥方が目を覚ますと、枕元に鉢が置いてあったんだ。まあアドバイスは謎だけど、わらしべ長者の前例があるし、信じても大丈夫なのかな？うむ、ちゃんとお告げ通り無事に娘が生まれたが、この子は長谷姫と名付けられたぜ。長谷寺観音のおかげで生まれたから、長谷姫なのね。だが、姫が14歳になった時、奥方が危篤に陥ってしまう。あ、14歳ということは。そう、式を悟った奥方はあの時のお告げ通り、姫に鉢をかぶせることにしたぜ。自分がいなくなった後も観音様に守ってもらうためだ。ここで鉢担ぎ姫が爆誕しちゃったのね。けどそんなことしたら肌荒れが。それから約日もしないうちに奥方は亡くなってしまったのだった。悲しいわね。長谷寺観音の謎アドバイスには何か意味はあると思うんだけど。そういえば親父は何してんの？まだ健在だぜ。長者はみっともないからと姫から鉢を取ろうとしたんだが、これが全然取れない。まあ娘がいきなり鉢をかぶり始めたら気味悪がるよね。そのうち長者は再婚したんだが、このまま母が意地悪な女性だった。ママ母は姫を気味悪がり、散々彼女をいじめまくった。長者も見て見ぬふりだ。最低だな、姫は一人ぼっちだし、大丈夫なのかな？ああ、いじめに耐えきれなくなった姫はついに辛くなり川に身を投げてしまうぜ。観音様が被せた鉢のせいで不幸になってるんですが。まあ皮肉にも、その鉢が浮いて死ぬことはできなかったみたいだ。そのまま彼女は川に流されていたが、偶然、通りかかった船に保護されたぜ。やっと優しい人に会えたのね。うわ、何こいつコッパ。ひど、こりゃ人間不信まっしぐらね。まあ奇妙な鉢担ぎを見たら、誰も近寄りたがらないと思う。みんな気味悪がって彼女を助ける者はいなかった。そうしてしばらく放浪した後、鉢担ぎはついに倒れてしまった。誰か助けてあげて。おい、大丈夫か？そう言って声をかけてきたのは、中年の武者だった。え、今回の王子様、もしかしてこのおじさんなの？なんで不満そうなんだよ。まあ結論を言うと違うんだが、この男は三陰三味中将という武士だった。名前が長ったらしいからここからはおっさんで解説を進める。いや失礼だろ、せめて中将にしろよ。うん？左の人は誰？この若武者はおっさんの四男で、最小と言った。やだ、イケメン、今回はこの顔で行くのね。やっぱり饅頭じゃねえか。最小は鉢担ぎを見ると哀れに思い、彼女を保護するように懇願したんだ。真のイケメンは心までイケメンよね。まあ息子が言うのであれば、と根負けしたおっさんは鉢担ぎを下働きとして雇うことにしたぜ。ひとまずは優しい人に出会えてよかったね。そうして運よく屋敷で働くことになった鉢担ぎはそれはそれは一生懸命働いた。そんな彼女を最初は陰ながら見守っていたぜ。
まだ独身であった彼は一目見た時から、八担ぎが秘める何かに惹かれていたんだ。胸がキュンキュンしてきたよ。そうして、しばらく経ったある夜のこと。八担ぎは片付けの最中に蔵のことを見つけると、懐かしさのあまり、それをこっそり弾き始めた。元貴族だから演奏できるんだね。幼い頃、雅な暮らしの中で、母から教えてもらったこと。そんな思い出に浸りながら演奏をしていると。そなたなぜことを？あ、まさかの宰相にバレちゃったのね。そう、たまたま通りかかった宰相が貴族でないと弾けないような素晴らしい音色を聞いてやってきたんだ。そこで八担ぎは自分の出自を語ることになる。彼女は宰相に思いを寄せていたが、今の身分だと叶うはずもない。でも宰相も彼女のこと好きなんだよね。ならなんか動くと思うけど。ああ、彼は今回の話を聞いて八担ぎを妻に迎えることを決意したんだ。そして翌朝、宰相はおっさんに八担ぎとの結婚を申し出たんだ。お、このままハッピーエンドか？は？あのみすぼらしい女が？冗談じゃないわ。は？何こいつら。着物の色だっさ。やめたれ。彼女たちは宰相の兄嫁たちなんだが、正体不明の八担ぎが一族になるのを拒否し始めたんだな。まあ貴族だからしょうがないのかな。そこで宰相は皆に彼女の出自を説明するんだが、この八担ぎがあの寝屋川長者の娘だなんて、と誰も取り合ってくれない。父親の中将はどう思ってるのかな？きっとかばってくれるよね。そこまで結婚を認めてほしいなら、嫁勝負で兄嫁たちに勝ってみせろ。おい、おっさん何言ってんだよ。いや、おっさんは宰相の目を信じて、八担ぎと兄嫁たちに勝負をさせることにしたんだ。よっしゃ八で兄嫁をぶん殴って一発 KO。 いや、そういう勝負じゃねえよ。文化的な教養で実力を測るんだ。いかにも平安貴族っぽいやつだ。でも鉢ついたままだし、服もちゃんとしたのがないのにどうするの？ああ、だから鉢担ぎは愛する宰相の迷惑になるのを大変憂いたぜ。そこで、この家を出ていくことにしたんだが、なんと出口で宰相が待ち構えており、行かせまいと鉢担ぎの手を掴んできた。おお、胸がキュンキュンするんじゃー。だが鉢担ぎがその手を振り払おうとしたその時だった。あ、何をしても取れなかったのに。そう、ついに鉢が頭から外れたんだ。鉢からはたくさんの金や着物などのお宝が湧いて出てきたんだが、最初はそんなものより、目の前にあった美しい存在に目を奪われてしまったのだった。え、何なの？さあ、そうしてついに嫁勝負の日がやってきた。兄嫁たちはあの女は逃げ出したに違いない。そう思っていたんだが、失礼します。うおお、かわいい。なんとそこにいたのは、この世のものとは思えないほどの超絶美少女。私は八担ぎこと、長谷と申します。長谷姫は初っ端からその立ち振る舞いでこの場のものを圧倒。しかも幼少期に仕込まれた教養も素晴らしく誰も太刀打ちできない。もう八担ぎなんて呼べないね。さあその勝負を見ていたおっさんは、長谷姫の圧勝を認め宰相と結婚させることにした。でも嫁入り道具やお金などはどうするのです？それが余裕なんだよね。ああ、あの鉢から湧いて出てきた、大量の金をそのまま使えるからな。そうして、宰相と長谷姫は結婚し、負けを認めた兄嫁たちも姫を迎え入れ二人を祝福した。今まで辛かったけど、やっと幸せになったのね。この話は観音様のカゴで幸せになった女性の話とも取れるが、何より、鉢担ぎになってもくじけなかった姫の強さと、その内面をしっかり見ることができた素晴らしいパートナーに出会えたことがこの結末に繋がったんだぜ。いやー、胸キュン展開にニヤニヤが止まらなかったでござるな。ジュッフ、キモいな。今日なんか辛辣。以上が、八担ぎ姫の解説だぜ。最後に紹介するのは、謎の部分、だぜ。この話は長者の娘との結婚のためにある男が試練に挑戦する話だ。ふむふむ、早速解説をお願いします。昔、ある長者が、こんな立て札を街に掲げたぜ。娘婿募集。家柄は問わない。試練を乗り越えた者は娘と結婚させ財産もやる。あと、参加者は一部金をやる。ってマジか、言ってくる。とこんな感じで長者が婿選びをすることになったから町は大騒ぎ、いろんな挑戦者が長者屋敷へと向かったぜ。まんじゅうだからダメって言われた。当たり前だろ。そうして街中の若者たちが屋敷に集まると、長者はこう言い放ったぜ。では、まずは松の木を裏山から転がすから、受け止めてみろ、資金は帰れ。やっべ、私参加しなくてよかったわ。あれ、これやばいんじゃね？と婿選抜デスゲームであることに気がついた若者たちは一分金をもらってほとんど帰宅したが、なんと3人の男たちが会場に残ったぜ。なるほど、勇敢なものの身残るのね。
そのうちの二人は力自慢の若者であり、長者の後取りになることを目指していたみたいだ。あれ？残りの一人はどこ？ああ、もう一人は町で一番真面目な若者だ。彼は純粋に昔から長者の娘が好きで、この試練に参加したんだが、裏でめっちゃ震えていたぜ。お金目当てじゃないってことね、頑張ってほしいけど、大丈夫かな？ああ、このままでは初恋の人が奪われてしまう、若者が覚悟を決めたその時だった。山を転がる松の木は、紙で作った松の木もどきー。という意味が不明な歌が聞こえてきた。うん？松の木が紙の張りぼてってこと？そういうことになるな。要は度胸試しだったわけだ。本物でないのであればと若者は山の斜面に立つと、紙でできた松の木を余裕で受け止めたのだった。ふむふむ、残りの二人はどうなった？思ったより松が軽かったから力が余って吹っ飛んだみたいだ。うん、お疲れ様です。まあ逃げ出さなかった時点でクリアだから向こうはまだ決まらない。そこで長者は二つの俵を用意すると、それぞれに何がどれくらい入っているか言い当てろと二つ目の試練を与えてきた。これはさすがに無理ゲーだろ。と、若者もそう思って裏で悩んでいると、また変な歌が聞こえてきた。あわときびーっと五章で勝負ありー。ちょっと何言ってんのかわかんないっす。だが、若者はひらめいたみたいだ。なんだかんだ言ってこの人頭いいよね。さて、早速最初の二人は俵の中身を言い当てようとするが、トンチンカンな答えを言って、長者をぶち切れさせた。一部金をもらって強制送還だ。まあ当てられないよねー、残念でした。お前、一部金もらえなかったの根に持ってるだろ。そうして若者は自分の番が回ってくると。ズバリ、泡ときびが一と五章ずつ入っています。と正解を言い当てて、あっさり勝利してしまったのであった。ということは、長者の娘と結婚できるのは、若者ということね、初恋が実ってよかった。ああ、こうして若者は初恋の相手との婚礼の儀に臨むことになり、幸せいっぱいであったが、一つだけ疑問があったぜ。あ、そういえばあの変な歌の主が不明のままね。ああ、若者も全く見当がつかなかったが、その様子を見た娘がこっそり耳打ちをしてきた。うっふ、私の歌はどうでした？え、こんなんドキドキしちゃうじゃん。もうなんとなく察していると思うが、あの歌は嫁が若者と結ばれるためにこっそり歌ったものだったんだ。じゃあ両思いだったということ？そうなんだぜ。実は娘も働き者の若者のことが好きでいつも陰から見つめていたんだが、身分が違いすぎて結ばれることはない。そんな彼女の様子を見て、誰かに恋煩いをしていることに気がついた長者は、あんな刑事を出して、身分問わずの婿選抜をすることにしたんだな。なるほど、恋をしている相手が挑戦者にいれば必ず娘が助言をすると踏んでいたんだね。この長者、やり手すぎるだろ。参加者に一部金を配ることで参加率を上げたのもすごいんだぜ。まあ、どこかのアホも引き寄せることにはなったがな。こんな感じで好きな相手との結婚のために、助言をしてしまう作詞な娘に胸キュンしてしまったから今回紹介させてもらったぜ。嫁はいいので、お金ください。言うが、謎の助言の解説だぜ。今回は3話紹介したが胸キュンな話はもっとあるから、話が集まり次第、また続編を投稿するぜ。霊夢は損失したが、この動画がもし面白いと思った方はチャンネル登録をお願いします。ちなみに次回はまあまあの問題作を投稿する予定です。それじゃ、バイバイバイ。